日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。将来の主砲として大きな期待が持たれていた埼玉西武ライオンズの渡辺健人選手、しかし4年目を迎えた今季も1軍定着とならず、2軍暮らしが続くことに。低迷しているチームの中で多くの若手がきっかけをつかんでいましたが、彼だけはつかむことができず、コンオフの構想外こそ免れたものの、非常に厳しい立場となっています。そんな渡辺選手ですが、現役ドラフトで放出されるのではと一部のファンの間で噂されているようです。仮にもドラ1の大砲候補である渡辺選手ですが、現役ドラフト放出はあるのでしょうか。今回は渡辺選手が現役ドラフトに出されるのか、ご紹介していきます。横浜商科大学高等学校時代、1年夏からレギュラーとして県大会にも出場し、その後家庭の事情により1年生の2月に日本ウェルネス高等学校東京キャンパスへ転校し、規定のより1年ほど出場はできなかったものの、3年の春季大会から出場できるようになり、夏までの4ヶ月間で15本塁打を記録。日本ウェルネス高校では3年夏の東東京大会ベスト16が最高。その後は桐蔭横浜大学に進学し、1年春から4番打者として出場。4年時の神奈川大学野球連盟秋季リーグではリーグタイ記録の1シーズン8本塁打に加え、リーグ新記録となる23打点を記録するなど活躍し、2020年のドラフト会議で埼玉西武ライオンズからドラフト1位指名を受け入団。西武が野手を1位指名したのは2013年の森友哉以来7年ぶりで、中村剛也選手、山川選手に次ぐ長距離砲として大きな期待が寄せられていました。しかし1年目は春季キャンプは大学時代に痛めた右肩の状態を考慮され B 班スタートとなり、オープン戦終盤には1軍戦への出場機会も得ましたが、公式戦の開幕は2軍で迎えることに。2軍では7試合で4本塁打と結果を残し、4月4日に前日に故障した外崎修太選手と入れ替わる形で1軍登録されると、同日の対福岡ソフトバンクホークス戦に7番指名打者でプロ初出場、初スタメンを果たし、6回表には和田毅投手からプロ初本塁打を記録。長距離砲候補に恥じない活躍を見せ、ファンを大いに沸かせましたね。その後4月19日に登録抹消となりましたが、2軍では本塁打と打点の2部門でイースタンリーグトップに立つ活躍を見せ、6月24日にフレッシュオールスターの出場選手に選出。救援当日は4番一塁手で先発出場し、4月以降の1軍昇格は果たせなかったものの、ルーキーイヤーは2軍でチーム最多の90試合に出場し、16本塁打64打点でイースタンリーグの2冠に輝き、将来の大化けに大きな期待が寄せられていました。しかし2022年からはパッとしない成績となり、特にこの年は2軍で打率1割と苦しむことに。昨年は中村剛也選穂の戦線離脱や山川穂高選手の謹慎処分が重なり、2年ぶりに1軍に昇格し、6月8日に対中日ドラゴンズ戦では劉裕也投手から2年ぶりとなる本塁打を記録。しかし今季はチームが歴史的な低迷を記録し、長打不足が顕著な中で期待されていましたが、1軍38打席で1安打しかできず、ここ4年間で全く結果を残せていない状況に。しかも裏で SNS ナンパをするなど不祥事もあれば、元西武ライオンズの木村文和氏からももう少し練習してほしいと苦言を呈され、練習態度が悪いと評価されたり、首脳陣に舐めた口を聞くなど素行面でも問題が。そのため完全に見切られたという話すら出ており、4年目時点で構想外なのではと噂されるほど。もちろん陰で努力しているのかもしれませんが、こうした声や不祥事が出ている以上、こうした指摘は仕方がなく、何にせよ非常に厳しい立場になっていると言えます。バトルフェイス。そんな渡辺選手ですが、コンオフの構想外こそ免れたものの、12月に行われる現役ドラフトで放出されるのでは一部で話題となっています。成績を残せていないとはいえ、西武にとってはドラフト1位で獲得した大砲候補、そう簡単に手放せないと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか。結論から言うと、あるとは思います。まず西武の現在の戦力状況から見ていきましょう。長距離候補であり内野手というと、
渡辺選手の他には村田怜央選手が存在しています。村田選手は2023年にドラフト6位で入団した選手ですが、恵まれた体格から長打を連発する選手で、1年目ながら1軍出場も経験。プロ初打席で初安打を記録し、5月14日の対北海道日本ハムファイターズ戦ではプロ初打点も記録。しかし次の日の試合で守備で無茶をしてしまい、左膝後十字靭帯損傷という大怪我により戦線を離脱。その後復帰を果たしましたが、1軍昇格とはならず4試合の出場にとどまっていました。一方2軍では無双しており、18試合の出場ではありますが、打率3割5分7厘、本塁打2本、打点13、出塁率4割1部長打率5割7分1厘と化け物みたいな成績を残しており、すっかり将来の4番候補として期待されています。村田選手は素行面でも非常に評判が良く、練習態度はもちろん、怪我して動けない時も毎度西武ドームで試合が行われればスタンドに足を運んで試合を観戦し勉強、自他認めるほど真面目でストイックな選手とのことで、現在の渡辺選手とはまさに正反対の存在となっています。この村田選手の存在に加え、今季途中には野村大樹選手も加入。ファーストはこの2人がいますし、サードも佐藤龍聖選手や滝沢選手がいます。 DH も助っ人をはじめ他に候補がいますし、正直居場所がない状況です。とはいえポテンシャルは高いですし、放出しつついい選手の獲得を狙うために現役ドラフトで出す可能性は十分にありそうです。問題はどの球団に行くのかというものですが、巨人なんかは獲得に動くのではないでしょうか。巨人は岡本選手がメジャー挑戦の可能性が浮上していますし、後続が必要な状況。もちろん秋広選手など候補自体はいますが、ライバルが多ければ多いほどいいのはどの組織でも常識ですし、巨人は特にその部分に力を入れている節があります。お互い高め合って強い組織を作る、それが巨人の今のやり方です。また素行不良面も巨人では強制できる人が多いですし、実際オコエ選手なども移籍してからポテンシャルを発揮しつつあります。補強ポイント的にも一致していれば改善の見込みもあると言える選手なので、巨人が獲得に動いてもおかしくはないかもしれませんね。逆に言えば巨人くらいしかもう扱えないレベルの選手な気もしています。最終的にどうなるのか分かりませんが、現役ドラフトの可能性は高いですし、なくてもトレード要員としてカウントされている可能性も高く、何にせよ放出される可能性はありそうですね。山川選手の後釜として期待されていたものの、ここまで全く戦力になっていない渡辺選手、果たして来季はどうなっているのか、今後の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。